はい、今日はここ風呂場のクリーニングを業者さんに、依頼しました。今業者さんが来て準備をしております。こんな感じ。もう椅子だけとか半端ないからね。あとはその換気扇、ここも全部やってもらいます。どうなるかな。おお、すげえ。パパ、これだ。うわ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 。やばいでしょ。始まった YouTube。うん、YouTuber なんで。撮ろっか。撮って。お、今ここ真正面離した。うわ。あ、こうやって見てください。うわ、きったね。これモザイクかけるダメじゃん、それダメですよ。もう自主規制いやいやいや、こんなに溜まってる。これ蓋の内側。うわうわうわ、これが垂れてくんだよね。そう、多分これ油ひでえな。いや、しょうがない、しょうがない。うん、15年やってないから。え、それって何、ヘラで取って分解するの？結局は最終的には薬で落とすんですけど、こう塊になってるといくら薬かけても間に合わないんで、先に物理的に削り取れるものは削り取っておかないと。で、綺麗にならない。薬剤かけて溶かすみたいな。そうですね。うわ、すげえ。気持ちいいです。気持ちいいです。これだけ取れると。まあ、事前にリサーチ済みだからある程度覚悟してきてるだろうと。ギターがこんな感じで、いいな。はい、パンスロも結構すごいです。今中のパンが見えたんで、ここをちょっと洗っていこうかな。ここです。すごいね。分解した中でこういうのがゴロゴロ落ちてる。そう、回すとたまにこういうのが降ってくる。すごいと思う。だってこの下、ここまでこれ溜まったもん。うん、よくパン回ってた。普通回んないの、ここまで油開いた。でまだ柔らかい方ですもん。それがもっと層ができて熱いと、本当に大変です。剥がせないです。だよね。うん、これでも剥がせないの。硬くて。暗くない？大丈夫？あ、大丈夫です。ここは外からの明かりで大丈夫。普通ですよね、なんかね。こっちはあれですけど。ああ、うん、いい感じだ。頑張ります。お願いします。すげえ綺麗になったね。うわ、完璧じゃん。なくなりました。すげえな、やっぱ。めっちゃ綺麗になるね。金属だから劣化してる、やっぱり。そうですね、やっぱ変色はだんだんしていきます。そこはもう掃除じゃないの。あ、そこのクリーニングもやりますけどね。15年使ってるからもう買い替えだよね。掃除じゃなくて買い替えだよね。おお、もうめっちゃ綺麗じゃん。鏡こんな感じで、やっぱちょっとうっすら残ってるけど、もう上手だね。あの、顔は映るようになって。前に全然映らない。やっぱ難しかったのは、こういうところの水垢ですね。もう素材が柔らかいので、あんまり無理なお掃除ができないんですよ。傷だらけになっちゃうので、一応ちょっと薬で溶かしながら、柔らかい素材で洗ってはいるんですけど、ちょっとこことあとこういう
ところ。これはもう。はい。こういうところがちょっと残っちゃう。綺麗になったね。綺麗になるね。あとは扉周りですね。こことかもだいぶあの埃というか、ここはあここですね。ここあめっちゃ綺麗になってるね。で、ここもですね。ここもやるんだけどさ、はいはい、もう綺麗じゃん。はい。ちょっと取れる範囲で。はい。はい。切って。うん。あれこれコーティングって下にしたんだっけ？あ、そうですね。あの洗い終わった後にあの腰から上の部分になるんですけども、うん、あのその上より下のところはもう水しょっちゅうかけるので、うん、すぐコーティングなくなっちゃうんですよ。そうだよ。はい。なのであんまり意味がないので、もうこの鏡、ま、から上ぐらいの部分をコーティングしてやります。はい。じゃあしばらくも大丈夫。そうですね。めっちゃ綺麗になって。まあ、お見せしましたけど。めっちゃ綺麗。もう綺麗だったじゃん。これが綺麗だったね。かわいいね。そうですね。鏡が一番まあわかりやすく変わってるところかな。了解。はい。うん、ありがとうございます。ピカピカやん。すごい。油で。今日これやると私は。